あと2人よく喋るべったり。長かった長かった長かった。現実精神と物質の参加者92人の46対46、1人早退。あなたのお住み、ここに来てチエチエですか。それで5分ダーンとか言ってますけど、頭がダーンになりそうなところですけど、さあさあさあ盛り上がっていきましょう。さあ急に肉弾戦のぶつかり合い。ここはバーストで一回抜ける。さあトラン引く。さあゴッドハンド、この知恵強い。これはもしかしてそのまま行ってしまうのか。乗っている、完全に乗っている。称号が7個の閣下、7個人気です。まあまあそんなこと置いといて、コンボ入る。さあここでドーンときて、もうガンガン攻めるしかないよ。さあここで投げてターン、切り替えあるか。しかしちょっと気をされているのかどうか。ここでバースト、さあ覚醒した。これをあーっとチャージした、チャージきた、チャージきてドーン。これは厳しい。さあおっとここでターン来たか、時代来たか、時代が始まった。さあもう一回振らせる、セットプレーとバーンバースト。あっとこのままいった、ガッツポーズ。はい、お疲れ様です。ノベルティーのはい、もう本当にお待たせしました。はい、じゃあはい、最後マブルさんよろしくお願いします。ペルソナ4ジ・アルティメットイン・マヨナ。ようこそベルベットルームへ。ここは夢と現実、精神と物質の。さあ白組チロルチーム、最後に残された着ぐるみクマ。それでは5分。さあこの里中知恵を止められるか。ラウンド1大将。さあとりあえずバスト使っていく、ゲーム再開できるか。さあベアスクリュー、コンボつないで、ここでしっかり理解する。さあここで火力寄せていく、こうなるときついぞ。しのぎきっている、切り返す。さあドラムが来た。さあコンボが始まったが途中で切れる。ここでベアスクリューから A コンボ。さあ望みつないでいくぞ、少し首をかしげている。かなちえだが、さあバースト、これはちょっときつい展開。さあ A から手がかりをつかみたいが、しかしこれ厳しい。
ちょっと知恵がクマに、あっとここでペルソナブレイク、痛い。まあ、ボキャンする、コンボ。しかしこれもあの、最後の最後にこのピンクパーサーみたいな音楽大丈夫なんですかね。さあ、ファイナルラウンド冷静さばいて、よっしゃ。さあ、毒入りかね。エーレンのコンボ、ゲームを支配しつつあるぞ、クマ。よっしゃ、からのジャンプ A で連携。クマのマジック来るか、クマのショー来るか。さあジャンプへ、金時同時、ここでインチキ、ちょっとセンター当たったか。クマクマいいよ、離してゴールデンプット。さあすごい試合でした。さあ、はいはいはい、はい、すいません。あ、カナダ君なんか言うことあんの？何も言うことない？え、なんでもないっす。はいはい、あ、どうぞどうぞ。さあ、来ました、キャプテン、キャプテンカナダ君。さあ、みんな見てるよ。いらんこと言わない、いや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 。ペルソナ4ジ・アルティメット、まあ、なんだかんだ言いながらこの人はどのゲームもプレイしますからね。さあここでどんぐらい寝込んでるかな。まあ元を言うてもUTのノートのプレイヤーですから。やるぞ。あなたのお姿とその分身ペルソナをイメージなさってください。受けたまわりました。あれ、そういや、え、カナタ君クソゲージャパンに所属してんの？うわ、すげえ。これは新しいですね。クソゲージャパンといえばあの久保さんが運営してるんかどうか知らんけど、素敵なコミュニティ。まあ、コールスタンドが名プレイヤーが非常に育ってるんですけども。さあ、そのクソゲージャパンの何に恥じない活躍ができるか。支配していく？クマ。マチョ？さあ。ドーンと来て、A コンボ。このクマやるんじゃないか。このクマ、ただの着ぐるみではない。クマ？クマ？クマが機械で動きをしている。空間を支配している。さあ、こっからコンボ。ドーン伸びて KO。 さあ、あのカナダさんがそのまま終わるわけがない。さあ、ここで健康的まで持ち前で、さあ、投げて、ちょっと分かってきた、投げて、こうなってくるとちょっとクマきついですね。窮屈さが出てくるんですが、ここでビリ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 。しかしそこで誘い込んで、しっかりコンボを太鼓から入れて、さあボーコースかー、ビアスクエーコンボドン。さあ回収していくぞ。おっと、しっかり周りを見ていた。パペックマン。さあテレビ、クマテレビ。おっと、これは危なっかしい。キンバーストを使った、ここで使ってしまった。おっと、今度はベストブリック。しかし、ひるまない。引かぬ、媚びぬ帰り見ぬクマ。そこでバースト置いといた。バッシャーバッシャー、ゴールドバット。さあ、金時同時、金時同時がバット。と、これどっち、どっちかって、おっと、
落ち着く。さあタッチアップしてきたカナタ。おっと太鼓出た。やつくよ。さあここでこのデバッド外側殴った。さあコンボ、これはきつい展開になってきたぞ。さあバットドラムカート、ここで抜けた。我慢するクマ。我慢するクマ。さあどこまで我慢できるか。そこで空投げ。ここで十文字ごっそり持っていく。さあマソおーあっとここで KO 決着。これで勝利したのは赤チームカナタ。おめでとうございます。お疲れ様です。最後まで本当ありがとうございました。ではですねノベルティ今プレイしていただいたクマ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 のポリコイ、はい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 、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、カナタさんとゴイシさんは、はい、ゴイシさんペルソナ4ジアルティマジでノベルティは あノベルティ、はい、あのゴイさん出てないんでちょっと申し訳ないから2枚あげる。はいはい、お疲れ様でした。ありがとうございます。カナタさん、カナタさん、はい、なんかインタビュー的なところはなんかあるんですか。なんかいろんなゲームの人にアークのゲームやってほしいんでこのゲームよろしくお願いします。来月横浜に行くカナタさんからのメッセージでした。お疲れ様です。ではこちらで B4M フェスタの方を終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございました。もうだいぶいなくなってる。はい、ありがとうございます。じゃあ店員さん村上さん、なんか記念撮影言うてももうみんな結構うん、じゃあなんかここ並ぶ、みんないてる人で記念撮影する、記念撮影する？特にない。まあまあまあ映るまではね。はい、本当ありがとうございます。まだ稼働実はまだめっちゃやってるつもりでまだ9日しか経ってないんで、これからどんどんやっていきましょう的なことで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、本当お疲れ様でした。ありがとうございます。